弥富まで来て、とんかつ屋さんに来ました、はい、昭和のお店で、今もなお人気で、僕は盛り合わせ、うん、ミックスフライみたいなのを取りました、うん、で上と波、波上と波があって、うん、まあ、それは肉の量グラム数だけらしいんやけど、うん、上を取ったんやけど、まあ、ちょっと盛りだくさんやね。あと名古屋グルメだけども、合わせのお味噌汁だったね。そう、合わせの味噌汁で珍しいなって思って、うん、味噌汁もご飯も美味しい、うん、揚げ物大好きね、うん、そう、大好き。なんでまたとんかつ食べたい時の候補に合わるお店やと、働く人が昼休みに食べに来るっていうような雰囲気の、うん、そうそう、で家族連れも OK やし、おすすめできる。おすすめできます、はい、はい、ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。閉まってる。